ただいまより朝ごはんフェスティバル2013西日本地区予選を開始いたします。本日は西日本地区で選ばれました皆様にお集まりいただいており、3つの料理が頂上決戦への切符を手にすることになります。それでは早速本日審査をしていただく皆様をご紹介いたしましょう。まずはじめに審査委員長、楽天トラベル株式会社代表取締役社長岡竹正司、日本料理人、全日本調理師協会名誉会長神田川敏郎様です。料理研究家浜内千奈美様、フードコラムニスト、料理雑誌甘辛手帳編集顧問角上武史様です。審査員の皆様には味覚、表現力、独創性、朝ごはんらしさの審査項目を設け、厳正に審査していただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではトップバッターをご紹介いたします。トップバッターは京都地区代表ウェスティン都ホテル京都西川料理長です。お料理はブルーベリーと京都産豆乳のスムージー、リンゴ入り無農薬オートミールのバーチャミューズリー、京都大原産卵と京水菜のエッグベネディクト、ツナとガルバンゾーのサラダ添えとなっております。今回スーパーフードということで、ノミネートされまして、2008年から、私どもウェスティンホテルグループ全世界で、スーパーフードを進めてまいりまして、健康増進、それにアンチエイジングに効果の期待できる食材、これをスーパーフードとしまして、それを組み合わせることによって栄養価の高い相乗効果を生み出そうというお料理のコンセプトになります。まさしくその今の時代のアンチエイジング、老化を遅らせるというような、そんなシンプルですけれどもすごく凝縮されてるんだなってすごく分かりますよね。食べるたびにですね、健康になっていくような、そんなイメージ作りがしっかりと皆様に伝わるような、そんな設計になっているような気がしておりますね。とても素敵だと思います。続きまして九州地区代表ヒルトン福岡シーホーク西洋料理部統括料理長笹田裕次郎様にご登場いただきます。お料理は糸島ポークと無添加味噌の具沢山豚汁、2品目が桃太郎トマトのケースに詰めたスクランブルエッグ、アスパラのベーコン巻き添え、そして最後にそば粉と糸島産のブルーベリーで使ったパンケーキメープルシロップ添えの3品となっております。豚、なかなか癖がなくて、なかなか上手にトントン拍子に炊いておられます。いや、これは本当にええ豚使ってまんな、あんまり儲けがない、トントンやな。もうこれを朝から食べたら心の中にバラの花が咲くと思います。はい、とても美味しかったです。続いては中国地区代表海景温泉海色湯の宿松月調理長里村正史様です。お料理は地元の野菜と海鮮の煮合わせ、地どれ干物の炙り焼き、縁起米、沖のバーズがゆ、トッピングいろいろの3品となっております。現在鳥取県では、食の都鳥取として、その豊かな特産物食材を全国的に売り出しております。日本有数の水揚げを誇る境の港より届く海鮮、中国地区最高峰の大山のブナバナシより湧き出る名水で作られるお米、農産物、この地の利用を生かし素材そのものの美味しさを損なわないよう、また朝一番の食事にふさわしく体に優しく活力の出るような食事を目指しております。続いての料理人にご登場していただきましょう。兵庫地区代表ホテルラスイート神戸ハーバーランド
スーシェフ大山圭介様です。よろしくお願いいたします。お料理はル・パンオリジナルブレッド、淡路島有機野菜と兵庫味鶏のトマト煮込みに山吹卵のスクランブルを乗せて、そしてハリマの有機イタリア野菜のサラダ、ハリマの金ごまドレッシングの3品となっております。今皆様に、召し上がっていただいている食材なんですけども、ほとんど兵庫県の食材を使っております。我々のホテルは地産地消を推奨しているんですけども、とにかくまず生産者の方に感謝の気持ちを伝えて、それをお客様に還元するというような取り組みに特に力を入れてやっております。地産地消というビジョンもしっかりと伝わってきて、本当に全部を本当にこれ残さないで食べてしまいたいなっていうのが今の心境でございますね。続いての料理人にご登場いただきましょう。東海地区代表、下呂温泉和みの畳風呂物語の宿小川屋副調理長、松永隆様です。よろしくお願いいたします。はい、こちらのお料理は一品目、湯葉と地野菜の七色しゃぶ、野立て、そして下呂産健康トマトジュースの3品となっております。あなたの顔見たらふくふくしい顔してる。いや本当に例えば冗談になりますけど、あなたはラーメンが好きでしょ。顔に出てます。何が言うたら鶏ガラ、牛ガラ、豚ガラ、人ガラが出てます。ありがとうございます、ね、人ガラで料理を一生懸命頑張ったと思います。まあ味はこれからね、口はごまかせても味はごまかせないから、味はじっくり食べさせていただきます。よろしくお願いします。それでは続いての料理人にご登場いただきましょう。続きまして、北陸地区代表、淡津温泉旅亭懐石のとや総料理長、前田茂様です。よろしくお願いいたします。こちらのお料理、海鮮わっぱ飯、海鮮味噌汁、そしてのどぐろの一夜干しの3品となっております。もう毎年こうやってこう工夫をされて朝食を変えてらっしゃるんですか？はい、季節によってね、変えてます。ああそうですか、はい、とってもね、能登っぽいね味付けになってるような、少し甘めで、甘めなんです。いいですよね。これがまたなんか特徴があって、すごく美味しくいただいております。さすがでございます。ありがとうございます。続きまして、近畿地区代表、ホテル阪急インターナショナル業界席美濃吉大阪竹重郎調理長、田野尻剛様です。よろしくお願いいたします。お料理は浜田さんカレー一夜干し骨せんべいだし巻き卵、鴨なす、小芋、万願寺唐辛子、そしてすっぽん雑炊の3品となっております。本当に日本の朝ごはんのこうザ定番のようなこうシンプルなんですけども、シンプルがゆえにですね、素材の選び方、それから実はその調理のこう裏に隠されたですね、細かな例えば包丁の入り方であるとか塩の打ち方であるとか、それぞれこう味付けの含ませ方、そしてやっぱり体が元気になるこうお雑炊というふうにですね、シンプルなんですけども、奥行きとですね、こう深みがあって、なんかこうしみじみと、なんかこう日本に生まれてよかったなということを実感させられる朝食でございました。続いてははるばる沖縄です。沖縄地区代表、ホテル日光アリビラ洋食調理チーフマネージャー古源典正様です。よろしくお願いいたします。お料理のご紹介をさせていただきます。琉球フレーバーバター3種と黒糖フレンチトースト、そしてオープンサンドウィッチ月桃の香り、そして最後にモーニング焼きリゾットお茶漬けスタイルの3品をいただいております。フレーバーバターということでですね、ちょっと今日は変わった工夫をしていただきました。一つはですね、まずフレンチトーストをフォークナイフで切っていただいて、バターナイフをご用意するつもりだったんですけども、
そのものの形で召し上がっていただく方がよろしいかと思いまして、パイナップルはパイナップルのボードの後ろに房がございます。サトウキビはサトウキビのスティックをつけてございます。紅芋バターは紅芋のチップをつけてございますので、その手で黒糖フレンチトーストにつけていただいて召し上がっていただく形を取っていただくかとよろしくお願いします。若干ちょっと甘さはございますが、食べるとバターが生きてくるような黒糖フレンチトーストをご用意しております。いよいよ最後の施設となります。四国地区代表リゾートホテルオリビアン小豆島料理長橋本和也様です。よろしくお願いいたします。お料理のご紹介をさせていただきます。小豆島の絶品釜玉そうめん、続きまして島サラダ、そして最後に瀬戸内の下駄オリーブオイル焼きの3品となっております。まあ、今日見た目で、まあ、器に絵を描いてるつもりで持ってはると思います。まあ、もちろん料理は食べる立場になって作る立場になって食べなあかんということでございますけれど、まあおそらく色とりどりはもう最高でございます。味も最高です。本当に船を渡って遠いとこご苦労さんです。まだまだ料理頑張ってください。料理の世界は出発点あって終着駅がないのが料理の世界ですから、まだまだ頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。難しいですね、なかなか、うん、難しい、本当に難しいですよね。美味しいのがね、さっき4つぐらい本当に美味しいやつぐらい食べる時間が短かったですね、やっぱりちょっとですもん、ね、それでは朝ごはんフェスティバル2013頂上決戦へと進出する3つの宿泊施設を発表いたします。第3位は兵庫地区代表ホテルラスイート神戸ハーバーランド様です。おめでとうございます。第2位は東海地区代表下呂温泉和みの畳風呂物語の宿小川屋様です。おめでとうございます。それでは発表いたします。朝ごはんフェスティバル西日本地区予選第1位は近畿地区代表ホテル阪急インターナショナル様です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今一度大きな拍手をお送りください。今日はこのような賞をいただきましてありがとうございます。まず、感謝したいのが、この全てに関わった人たちと生産者の皆様に、感謝の気持ちを込めてお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。9月3日の東京の本選頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。こんな素晴らしい賞をいただいて誠に光栄に思っています。ありがとうございます。本選も頑張りたいと思います。こんな立派な賞をいただきまして本当にありがとうございました。1位ということですごく責任感じておりますけども、私今日も朝から朝食してまいりまして、今日召し上がっていただいた料理と同じものを作ってまいりましたので、またどうぞよろしくお願いいたします。朝ごはんフェスティバル、決戦というのは今回で2回目になるわけなんですけども、調理場を少し見せていただきますと、例年になくすごく緊張感が漂っていて、このフェスティバルに向かって、皆さん真剣に取り組んでいただいて本当にありがたいと思っています。朝ごはんから日本を元気にということで、ますます朝ごはんフェスティバル大きくしてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。